もう一回。ないみたいだ。じゃあ帰還しましょう。よし。ここテント行けるかな。こっちどうなんだろう。これ右手に合流するのか、左手の稜線に。稜線行きそうだな。おっしゃー、オオカメタイ回復。これも今は待機。落ち着いたな。ルート工作します。ない。いえ、第二部隊をルート工作します。ここからか。風がね、やみましたね。確実に 100% 無風状態。そしたら OK。 でこの先に、どうだろう、テント作れそうな立地があるかな。この辺難しいね。壁だな。なんかいいけどもいいけども壁のような気がしてきた。投壁セットがあるか。ないの？あれ？マジか。なんか俺分かってないのかな。ここ稜線に近い。12時か。ちょっと怖いんで一旦帰りますね。確定な。こっちするか。で戻れるかね。寿司詰め状態ですね。すいません。明日どう？風やむような気がする。そしたら第5部隊
第五部隊を投範させようか。なんかちょっと落ちてまたグイッと上がるような、そんな感じかな。ルートここが 7000m 前か。怖いっすね、ここね。雪崩あるしな。出ない？さてどうかなと。他バリエーションあった。一旦帰ろうか。帰れますかね。でルート確定しとこう。こう、ここがいいな。ここ整地しよっか。テント2個張れるように。しかし厳しい。一旦どっちかな。キット A ですね。キット A をまず戻そっか。で風が吹くかな。気圧これから落ちるんだよね。動いてきた。今だったら、ベースキャンプには戻れるかなと思って、まずキット A の部隊をベースキャンプに返します。で風やむ。やんできた。岡部隊、あ、投範セットねえわ。やばいか。どうしますっぺ。ちょっといけるかな。このタイミングいけるかな。
で、第五部隊は、第三部隊まあいっか、なんか行ってすぐに帰るのもなんだけど、ちょっとはあれでしょう、ベースキャンプで休憩できたのかなと思うんで、大丈夫か。すごいタイミングで落石が落ちた。はい。で、明日ここをきちんと設置しよう。テント1個で大丈夫なのかな。参ったな。そっか、片岡か。一旦片岡を外そう。ちょっと速度遅くないですか。ああ、荷物が多いからか。回避能力は低いな。動いてきた。4つ1つ。聖地工作、あ、元に戻っただけか。キャンプ設営。増設か。失礼しました。キャンプ増設。中に入ってるよね。大丈夫かな。入ってますね。はい。さてと、そうなんす、天気ですね。雪が降ってきたからな。食料が今どれぐらいなのか。結構厳しい。ただここ結構来るんじゃないかな。いや、でもまだアタックルートまでは遠いな。
まず風が止んだらここ少し開拓します。食料が5つか。この壁を整地したいですね。強くなってきた。やばい、風が吹いてきた。この角度がどこになってるのか分かんないですね。ここくぼみがあるからアンチなのかな。なんか少し上の方に この時間は無理だけど角度があるんで影が出てくるんですよね。多分それで風とかも少ないんじゃないのかな。でも14メートル吹いてるな。雪は止んだ。風がすごい。食料が少しやばいかな。ああマジですか。大浜か。まだ大浜ならいいか。ちょっと待てよ。風はだいぶ収まってきたんで、これでいいか。で、食料を持っていこう。なるほど、いけそうだよね。いけそうっちゃいけそう。待った待った待った。よし、で、このまま待とうか。
違えた。移動、キャンプ移設、移動。マジっすか。ちょっと待って、テントがない。マジか。ちょっと待てよ。風は止んでるんで、雪崩起きんのかここ。まあなあ、 100% 安全ってわけじゃないからな。やばい、帰ります。ここには何もないもんな。こっちは怖いわ。ちょっと強行します。15メートル大丈夫かな。この先なんだよね。ダメか。いや、このまま帰るか。2時間半。ちょっと食料がやっぱ少ないですね。あと1週間ぐらいかな。さてと、じゃあ一旦ここでやめます。はい、多分今回はこのまま下山するかと思うんですが、いやー、こっちのルート行かなかったらいけたのかな、もしかしたら。結構なとこまで来てるんですよね、これ。まあ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 、まだまだか。まだまだだけど。こうかな？こうかな？そうですね、このままおそらく、右手にこう、で迂回するような感じで上がっていくんじゃないですかね。はい、まあとりあえず今回はここまでにしたいと思います。次回どうするか、もう一回ここを探索したいよな。はい、まあ、できたらやりたいと思います。多分無理ですね。はい、帰るような感じがします。それではご視聴ありがとうございました。